「とんとむかんと昔山寺におしょうさんと小僧さんがすんじょったと」「秋になると裏の山に栗がいっぱい実をつけたそうな」「おしょうさんおしょうさん栗を拾いにいてもええか?」小僧さんが こう聞くと「待て待て山には鬼ばばが出るきこれを持っていけ」こう言うておしょうさんは三枚のお札を渡してくれたと小僧さんは山へ飛んでいくと夢中になって栗を拾うたあんまり夢中になりすぎて気がついてみると いつの間にやら日が暮れて犬る道がわからんようになっちゃった仕方なしに小僧さんはもうめっぽう歩いて行きよったとほいたらぼわーと明かりが見えるよろこんでその明かりを目当てに行くと一軒の家があったそうな「こんばんはー」 こんばんばは、とめてつかさいませんかこういうとおばあさんがでてきて「ようきたのさあさあ,あがれまあこんばんはゆっくりとやすんでいたや」ちゅうてあげてくれたそうないろりばたでこぞうさんはあたたかいおかゆをごちそうになると 眠とうなったき、布団の中へ潜り込んだと、それからどればあだったか知らんが、夜中に何やら物音がするきに、ふと目をさまいたそうな。ほいたらどうじゃろのおばあさんちゅうのは、じつは鬼ばばで、大きな包丁をごしごし研ぎよったと。 小僧さんはもうブル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 体が震えだして震えが止まらんようになったじーっと寝てはおれんようになってそろりそろり寝床から起き上がると外へ出ようとしたそうなほいたら「こらこぞうおやまどこへ行くぞ」という声がする 鬼婆がいつの間にやら後ろへ来てたっちょる。ああの便所へ。便所つかほんなら腰へ縄を巻いていけ。鬼婆は小僧さんが逃げ出さんようにと縄の先をしっかり握っちょると。便所へ行くと小僧さんはこっそり腰の縄を外して柱へくくりつけた。 ほいてからおしょうさんにモロたおふだの一枚を貼りつけておふだよおふだ、ええかおらの代わりに返事をしてくれよなというが早いがあともみんと一木さんに逃げ出したと構造まだかや鬼婆婆が縄を引くとまだまだとおふだが返事をする。 そんなことを何度も繰り返しよるうちに、とうとうしびれを切らした鬼ばばが、ぐっと縄を引くと、ぐわらりと、便所の柱が倒れてしもうたと。シャンしもうた逃げられたか鬼ばばは怒って風のように駆け出した。そうしてじきに追いついてきたき、小僧さんは、 お札よお札山になれともう一枚のお札を鬼婆婆めがけて放りつけるとたちまちそこに大きな砂山がモコモコとできてしもうたそうな鬼婆がその砂山を越えようとするとズボリズボリ足が砂にはいってなかなか思うように進めんと。 のやんがて山をこえると「こらあこぞうおとなしゅうくわれろ」ゆうてせまってきた。こぞうさんは一まいだけのこったおふだをだすと「おふだよおふだかわになれおおきなかわになれ」ゆうておにばばめがけてなげつけたと。ほいたらどうじゃろう。 ゴーゴーと音立てて流れる大きな川ができて、鬼婆婆を飲み込んでしもうた。うわぁた、助けてくれー鬼婆はアップアップもがきながら、水の中へ巻き込まれて、やんがてその姿を消してしもうたそうな。こうしてのう、小僧さんは三枚のお札のおかげで、 危ないところをたすかっておてらへもってきたとむかしまっこうさるまっこう」。